あれデビーの送迎車来てなくない？え、どういうこと？え、デビーもこの車で行くの？え、おかしくない？めちゃめちゃやな。全員が仕事に行っとるこの時間は快適やな。絶対に時間が早く流れるから。あれ？あれ？おお、デビーが。あなたは運び屋に昇進しました。あなたは町のチンピラです。曰く付きの金や物を受け取り運びます。警察の追跡やライバルたちから逃げ切るための運動スキルを鍛えておきましょう。うわ。仕事の時間めっちゃ変わった。俺なんか汚い車で帰宅したんやけど。どういうこと？なんやね、いきなり仕事の時間変わってもた。まあ、ちょっとはそんな気しとったけど。でも、午後7時ってもうすぐ訪れるんじゃないの、そんな時間。なんで目覚ましなんの？え、デビーの、あれか？うわ、あかんかんかん、やめろ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 いらんことすな。デビーもその日のうちに次の仕事へ入ってるやん。デビー飯食った後トイレぐらい行っとけよ。トイレは行け、トイレ。ほんでから仕事。おい、もう、いらんことすんなって。仕事。はぁ、間に合わんかった。もう余計なことするわ。せっかく運び屋としての仕事ができるとこやったのに。もう、よいしょ。もう絶対あかんわ、この夫婦。待て待て、捕まえられるものなら捕まえてみなさい。さあ、寝ようか。そっか、こいつ創作スキル高い。すごいけど、お前自分の体のこと分かってなさすぎるやろ。死ぬぞ。よし、また眠くなってきたぞ。ああ、わめくな。ちょっと眠いだけやろ。学校や学校。いらっしゃい、いってらっしゃい。
おい、行け。学校行け。あかん。友達。友達作りなんか全然できんぞ。毎日電話だけでもいいからしとけばいいか。ほんまに今生活しとるだけやもんな。よし。とにかく電話をしよう。うわ。よう見たら、トーマスとテレサ同じ家の人間。一応は招くか。グラウ。グラウ。あ、しまった、トーマスなんか、トーマスなんか招かんでええやん。ファラーだけで終わった。トーマスは電話、ファラーは、招く、がいいと思う。まあまあ、呼んでしまったものは仕方がない。ファラーの食事が終わったら、お、終わった終わった。よし、ファラーや、ファラー。うん、やっぱファラーは相性いいと思うねんな。よし。ひたすら話しよう。それ、どんな格好で仕事行くの？うわ！普段着で行くんや。まあまあ、運び屋。あ、間違えた。運び屋として話するだけやったら、話じゃない。運転とかするだけやったら、まあ、ええんか。子供とトーマスが意外と仲良くやっとる。でももうそれは、いいよ。寝なさい、君は。帰るか。あー、お前も寝ろ。大変や大変や。地道やな。あ、でもやっぱファラーは伸びがすごいわ。もうトーマス抜いた。よしよし、あと何日かやっとけば。しまった。トーマスほったらかしちゃった。お疲れ。運び屋か。成績は素晴らしい。あ、運動スキル上げなあかんのか。うわぁ。これあれやな。朝飯作ってもらわなあかん時間にデビーおらへんやん。もうええか、別に。うん、菓子でも食うときな。しまったな、デビーの仕事間違えたな。あなたの施設ファンクラブがあなたに似せた像の噴水を勝手に建設しました。肖像権使用料として1350円。おお、結構すごい。それ俺に似せて作ったんかな。俺っていうか男に似せて。それただのワンピースグッズじゃん。てか仕事やぞ。行けよ。バギーの像なんちゃうんかな、さあ、飯、腹いっぱいやん。鍛えろ。あ、これは、
いいな。女性の水着とはまた違う良さがある。めっちゃ気合入っとる。でもその体力作りってそういうことかな。筋肉つけとるだけじゃないかな。あー、さすがにもう一個レベルが上がるまでは無理かな。体力の低下が厳しい。でも頑張ってくれ。あー無理か。まあまあ、よう頑張ったわ。ちょっとでも寝なさい。これ寝てもすぐにデビーの目覚ましになるな。寝るのはもうちょっと後回しにしよう。電話を出よう。おお、やっぱ電話いいな。お金持ちのあなたの祖母が財産の一部を譲渡してくれました。350円。ちょっとだけやな。まあでもありがたいけど。うわ、子供を手洗うときに踏み台使ってるやん。しまった。ほらよりによって一番悪いタイミングで寝てもた。1分ぐらいしか寝られへんかったのにしっかり布団乱れてもた。もったいな。飯を食いたいとこやけど。え、何してんの。あ、飯食ってんのか。ちょっと待って、飯はやめて。飯食うんやめて。鍛えて。よし、オッケー。ほんまはソニックシャワー使ってほしかったのにな。子供はなんか今普通にフルチンの姿が見えた気がする。男の子やったからよかったけど、女の子やったらやばいぞ。動画消されるぞ。テレビとかでもあのちっちゃい子のチンチンは別に平気で映しとったりするけど、赤ちゃんとかのは。あれいくつからなしになるんやろ。個人差もあるとは思うけど。いらん心配をしてしまった。俺は誰のために心配しとったんやろ。飯食え飯。よーし、デビー昇格。あなたは飲み屋に昇進しました。ドッグレース、競馬、スポーツなどでの賭けを仕切ります。どんなことがあろうと勝つのは親である自分です。
トラブルが起きた場合、早口でまくし立てるために魅力スキルと創作スキルを磨きましょう。そうか、創作はなんかこの像をほっとったからそれなりにあるわ。魅力だけ上げればいいか。お、あー、そうか、朝か。なんか生活のタイミング合ってなくてちょっとかわいそう。OKOK。 え、1時間後、早くない？仕事のつなぎ。タイトなスケジュールで働かすな。話し方の練習しようと思ったけど無理やな。お、結構ええ車になったやん。なんせでも普段着やねんな、出勤は。仕事の時間どうなったんや。1時から7時。違う、12時から7時か。給料はどうなんや。275。なんかいいんか悪いんかよくわからんな。みんな帰るなりトイレに飛び込んどる。出ていけよ。なにガキ。だいたい出終わった後やったからよかったけど。こいつはどうしよう。衛星風呂か。よし、風呂入れ、風呂。ああ、遊び出した。危ないな、ぶつからへんもんやな。たわれた、もう。あ、電話鳴った。そういえば、すごい、めっちゃお金入ってくるわ。あなたの発明した閉じた銃口ノズルで特許を取りましたと言っています。あなたは600円を受け取ります。そんなん発明したんや。なんで人の発明で勝手に特許取るん。俺の預かり知らんところで。よくないと思うけど、そういうの。トイレ行って、話し方の練習や。あれ？よし。なんて魅力的なんでしょうって言うてるけど、早口でまくし立てるために練習しとるらしいからな。
お、良い成績を取ったのでおじいちゃんから100円もらいました。そうなんや。よかったな。電話や。ファラーに。マネック来てくれ。よし。飯用意しとこう。OK。よし、お前挨拶しといてくれるか。パパのお友達だね、いらっしゃい。なになになに、何してんの今の。からかわれてんのは。やっぱ相性いい感じするな。飯いいよ。ファラーと喋ろ。マジか。しゃあないわ。修理サービス。ちょっと自分で修理する時間ないわ。うわ、掃除しとるやん、子供が。偉いなぁ。うわ、二人で。おかんとは偉い違いや。ようできた。ようできた子たちや。イチャつくが出てきたぞ。でもまだ無理やろ。話せ話せ、ひたすら。褒めてもええんちゃう。おい、やめろ。おい、しかもうまいこと言ってへんやないか。何してんねん。どうや ?44。オッケーオッケー。冗談言うのも OK やろ。しかも楽しませるのも OK やろ。よし。よっしゃ、これで一人か。あと一人。友達を作れば、まあ、なんとか。よし。ちょっと前進したな。やっぱり相性はあると思うねんな。でも誰がいいかいまいちわからん。ああ、帰りだ帰りだ。はいはい。ちょっとどけ。請求書取りたいね。ほら、トイレ行け。お前はトイレや。そして、お前は、やはりトイレや。よし。おーっしゃあ。なたは詐欺師に昇進しました。世間知らずのシムたちが一生懸命稼いだお金を計画を立て騙し自分のものにしてしまいます。稼ぎは増えますが、この仕事は他人をその気にさせるだけの思考力と説得力が必要となります。悪っ。やったな、デビー。
デビーの次の仕事は技術がいい。時間は、おお、また時間がぴったしや。朝9時から昼3時まで。技術を上げるか。来たな。犯罪人生、なんか失敗したと思ったけど、ちょうどよかったね。よーし。まだ3時間ぐらい経ってきたぞ。どうしても撮ってる時の後半はもう作業芸になるから、もうほとんど喋ってないんですよね。トイレトイレ。そして技術の勉強やな。デビーは。よーし、みんな行ってらっしゃい。また。お、いまいちよく見えへんかったけど、デビーの格好がスーツ姿やったように見えた。やっと制服というか、仕事用の服が出てきたんや。詐欺師か。もう、ほんまもんやん。運び屋とかになったとき、ちょっとホッとしとったのに、ああ、そんなもんかと思って。最終的にはどうなってしまうんやろ。よーし、成績ええやん。で、トーマスを読んで。うわ、ほら。あ、スーツちゃうやん。スーツちゃうやん。泥棒の格好やん。それで詐欺師無理やろ。デビー、着替えた方がいいと思うなぁ。OK、来た。挨拶して、代わりに。わぁ、それぞれ自分の飯だけ作っとるかな。ちょっと話してみるか。結婚しない？絶対詐欺よ。じゃ、ひたすら、ギリギリまで喋ろ。おほ、楽しませ成功しと。なんやねん。こっちは気ぃつこて笑たったのに。飛び跳ねて喋っとる。腹減ったの。何も出してへんからな、飯を。よーし。頑張るぞ。頑張ろう。仕事レベル上がるとこまで目標で行こう。今日は。いやでも仕事レベルが上がったらもう、それはイコール。クリアみたいなもんちゃうんか、この話でいけば。いや、待てよ。仕事レベルが上がったからってすぐに家を豪華にしてクリアしてしまうと、また次の話始まった時に厳しいかもしれない。まずはお金を貯めるべきやな。よし。
トーマス呼ぼう。今日中にトーマスと友達になるのが目標。でもちょっと相性が悪いかな。もう無難に話す以外選ばんとこ。40超えた。いけるいける。褒めるぐらいはしてもいいと思うよな。まあでも話すだけでもいけるやろ。やめろ。邪魔せんといてくれ。お父さんが大人の話をしとんや。年もネタを話しとるんや。子供は離れておきなさい。まだか。え、59やん。もう友達に慣れてるやろ。なんで慣れへんの？冗談言うてみるか。プー？よっしゃ。よっしゃ、やっぱプーやな。よかった、やっぱプーやったんや。よかった。褒めとこ。短パン似合ってるね。あ、濡れてもだ。しかしテレビで起きる。よし。やった。よし、寝よう。うわ、ひどい状態や。いや、しかしよく頑張った。感動した。なんか今つけたとこやけど、消して。ほんで寝て。よっしゃ、これで仕事ランク上がるぞ。上がったら今日は終わろう。あ！マジか。どこや？来やがった。